明日のディーバは VS 広島床田の試合楽しみなやつ。わいや、16日のプロ野球予告先発は以下の通り。めっちゃ楽しみやわ。種市と宮城の投げ合いも楽しみ。パリーグどこも点入らなさそう。サイヤングの意地を見せてほしい。バウアーは割と明日正念場やろ。負けたら今度はバウアーが叩かれ始めるで。6回3失点が最低限ってところか。さすがにバウアー修正してくるやろ。本物やし。2試合続けて NPB で炎上はないやろ。超本気モードバウアー見れるか。三振取れてて四球出してないしバウアー普通に良くなると思うけどな。バウアーはまだメジャーの高めのまっすぐやりたがってるんやな。あれ良くないよな日本だと。ちなみやけどほんと楽しみ。バウアーの修正能力が測れるな。投げる球ではなく NPB の一軍打者への配球という意味で、これでまだ高めのストレートを決め球にしようとするなら少しだけがっかりする。バウちゃん球速とコントロールあるしアジェストしたらまあなんとかなるやろ。省エネモード中に起床しそう。マジな話バウアーは7回に3失点でまとめるも打線が床田の前に沈黙して 3-1 とかやと思う。横浜床田苦手やしバウアー頑張ってほしいわね。広島なら抑えられるやろ。審判が前の広島戦と同じなら普通に抑えると思うで。さすがにあの時外広すぎたやろ。すっかり話題の中心やねバウアー。バウアーの登板よりバウアーの動画が楽しみな体になってもうた。今回の動画で神宮のゴロさが再認識できたわ。場所なくて食堂で筋トレしてたし。どこかで阪神戦のバウアーみたいわ。バチボコに打たれるか見事抑えるか。バウアーグッズアホほど開発して作ったやろし、活躍してもらわんと栄養さんサイドは頭抱えることになるやろな。